こんにちは。本日は、労働の最低賃金についてお話をしていきたいと思います。こちら、2020年3月の動画になります。えーまあ、この動画作成に当たったきっかけとしては、東京に上京してきたばかりの友人が、えーまあ、時給1013円もらえる。めちゃくちゃ高いじゃんっていうふうに言ってる子がいまして、この子、最低賃金知らないんじゃないかっていうふうに思い、えー、この動画を作成するに至りました。はい。では、早速ですが、東京の最低賃金2020年。 いいくらかというとう円なんですよねつまり、その子、最低賃金なんですよ。おいって感じですよね。で、まあ、けど、その子がそういうふうに思い理由もわからなくなくて、実は、日本で最低賃金が最も低い地域って790円なんですよね。この差、223円になります。まあ、やっぱり223円も多いんであれば、あ、それは高いなっていうふうに感じるのも、まあ、あながち間違えてはいないのかなっていうふうに思います。はい、ちなみに平均って901円になります。 901円。まあ、えー、まあこれ東京と、あと神奈川がめちゃくちゃ上げてるんですけどね。東京1013円で、神奈川の最低賃金1011円です。はい、これ2011年3月現在注意してください。えー、で、最低賃金は最も低い地域なんですけど、これ実は結構あるんですよね。 え、青森、岩手、秋田、山形、東北ですね。えー、あと中国地方、えー、四国地方では、鳥取、新真似、愛媛、高知。で、次、九州、はい、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。はい、えー、福岡以外全部ですね。で、次ですね。こちら、まあ、よくある質問として、研修中って最低賃金下回ってもいいのっていうふうにありますが、こちら結論としては、はい、研修中でも高校生でも最低賃金下回ってはいけません。 なので、えー、まあ研修中だから高校生っていうふうに言われて、最低賃金下回るとこあれば、それは言うことができますので、えー、そこ、まあしっかりとね、えー、まあ騙されないようにしてくいただければなというふうに思います。はい。で、最後ですね、最低賃金なんですけど、こちらしっかりと毎,、えー、毎年チェックするべきかなというふうに思います。で、なぜかと言いますと、最低賃金って毎年10月に変わるんですよ。 なのでまあ変動していきますだから私がまあそのバイトしてたまあ6年ぐらい前かなっていうのをまた本当にまあ最低賃金違いましたしね1000円超えてなかったですし東京はなのでえー、まあこれね注意してほしいなと思いますで皆さんにとっていいニュースかもしれませんがまあ実は最低賃金毎年上がっていますでもこの上がってるという事実だけに注目してほしくなくてでも実際物の値段も上がってますよね なので、もう値段も上がっているから、まあ、要するにトントンだよっていうこと。こちら注意してほしいなっていうふうに思います。はい。では、最低賃金。まあ、今回に関しまして、まとめとしては、はい。まず、地域により異なること。こちら忘れないでほしいなと思います。あとは、高校生でも、研修中でも適用されること。あとは、毎年10月に変動すること。この変動に関しては、えー、まあ、厚生労働省のホームページで見ることもできますので、まあ、ぜひチェックしていただければなというふうに思います。 本日の説明は以上になります。